皆様こんにちは。ミュージカルレ・ミゼラブルに出演させていただきますジャン・バルジャン役の佐藤貴則です。歴史あるミュージカルに出演させていただけることを本当に嬉しく思っております。いつかこのジャン・バルジャンという役に挑戦したいなというふうには思っていたんですけれども、こんなにも早く実現するとは思っていなかったので、とても今心の準備ができているようなできていないようなそんな状況なんですけれども、稽古をしていく中で本当にこう一つ一つ丁寧に役を作っていくということがとても今大事だなと感じながら稽古をさせていただいてもらっています。皆様に素敵なこのミュージカルをお届けできるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この衣装をつけると全然雰囲気が変わりまして、まずひげをつけてこのカツラをつけた時点でまず自分が誰なのかわからないくらいちょっとこう違う人格になっているような感覚になっているので、これをうまく利用してこの本当にこう年齢も自分の年齢よりももっと年を取ったところまで振り幅のある役なので、ちゃんとこの役になれるようにこの扮装を生かしながら演じていきたいなと、そんな風に感じました。ミュージカルレ・ミゼラブル、素敵な舞台を作って皆様をお待ちしております。皆様楽しみにしていてください。劇場でお待ちしております。